米軍の特殊作戦を陰から支援する極秘部隊。ISA とは、米軍の特殊部隊であるデルタフォースやデブグル、軍の中でも特に地位が高いとされるこれらの部隊は、その存在を自軍によって黙認され、テロ組織の指導者の暗殺など、一般の部隊では対処が困難な、重要度の高いミッションに投入される。そうした彼らの活躍は、時に大々的に報道され、映画やゲームの題材にもなることから、多くの人の目に留まりやすい。しかし、彼らの華々しい活躍の裏で、地道に活動する情報戦部隊の存在は、あまり知らない人も多いのではないだろうか？今回紹介するのは、そんな地道な活動で特殊作戦を支える部隊、ISA だ。ISA とは、主に米軍の情報戦を担当する部隊であり、正式名称は情報支援活動部隊となっている。米軍の部隊としては珍しく、陸軍、海軍、海兵隊、空軍のいずれにも所属しない部隊であり、代わりに特殊部隊の運用を行う、統合特殊作戦コマンド、通称 JSOC によって運用される。そんな ISA の任務は、特殊部隊というより諜報機関のそれに、近いものとなっている。米軍の特殊部隊がこなす任務といえば、テロリストを暗殺したり、要人を救出したり、というものが多い。しかし、ISA の任務はそういった直接的な行動を伴うものではない。他の特殊部隊が任務を行えるように、その任務に必要な情報を収集することが、ISA の任務なのである。このように、米軍の特殊部隊内で、まさに諜報機関のような働きを行う ISA。しかし、ここで疑問を抱く人もいるのではないだろうか？現在、世界には様々な諜報機関が存在し、当然ながら米国も CIA という巨大な諜報機関を有している。そんな中、なぜ CIA を使わず、軍内の部隊に諜報活動をさせるのか、と。これは、CIA が集める情報と ISA が集める情報では、その質が全く異なるためだ。CIA が収集する情報は、大統領という米国のトップに伝わり、トップはその情報をもとに国の方針について考えていくこととなる。そういったことから、CIA が主に収集するのは、国のトップが正しく判断を行い、国際間の交渉を有利に進めるための情報だ。一方、ISA が収集する情報は、作戦を指揮する司令官に渡され、司令官はその情報をもとに作戦を練っていく。こういったことから、ISA は、部隊が任務を行う際に役立つ情報を、収集しなければならない。例えばどこかの国でテロ組織が活動している場合、CIA であれば、この組織は次にどのような行動を起こすつもりなのか、組織の資金源はどこなのか、米国の脅威となり得る組織なのか、といったことを調べるだろうが、ISA の場合は、組織のボスの位置はどこか、組織の建物の構造はどうなっているか、建物の見張りの数はどのくらいか、といった、直接戦闘に影響してきそうな情報を調べる。このように、情報と一口に言っても、政治を重視した情報、軍事任務を重視した情報など、様々なものがあるため、米軍は CIA ではなく ISA を用いて、特殊作戦用の情報を収集させているのだ。そんな ISA は、JSOC 隷下の部隊として運用されていることもあり、数ある特殊部隊の中でも、同じ JSOC に所属している、デルタフォースとデブグルの任務のための情報収集を担当しているのだが、これらの特殊部隊はその特性上、公には指定されるべき地域にて作戦を行うことが多い。こうした理由から、軍はデルタフォース、デブグルの存在を、一般的には公表せず、黙認している。これらの部隊の存在が黙認されるとなれば、当然、部隊の活動を支援している ISA も公には認められなくなる。そういった理由から ISA がメディアで触れられることは少ない。部隊の特性、活動内容の地味さなどから、あまり知名度が高くない ISA であるが、ISA はその長い歴史の中で、様々な作戦に関わってきた。部隊誕生のそもそものきっかけとなったのは、1980年にイランで行われた、イーグルクロー作戦。当時イランでは反アメリカ派の勢力によって革命が起こり、テヘランに位置するイランアメリカ大使館では、大使館員が人質として捕らえられていた。米国はイラン政府から人質を解放するため、デルタフォースによる人質救出作戦を画策、イーグルクロー作戦、と名付けられた。輸送機やヘリによってデルタフォースを大使館まで輸送し、吸収して人質を救出する手はずであった本作戦だが、部隊間の連絡、情報共有などがうまくいかず、最終的には輸送用のヘリが墜落、デルタフォースは死傷者を出しながら撤退するという、大失態に終わった。軍はこの作戦の反省から、4軍それぞれの特殊部隊をまとめて動かせる指揮系統として、統合特殊作戦コマンド、JSOC を編成、その際に JSOC の情報収集部門として編成されたのが ISA である。米軍の反省から生まれた ISA は、その後世界中で行われる、様々な作戦に関与していった。例えば、1990年代にコロンビアで行われた、麻薬王パブロ・エスコバルの追跡、捕獲作戦。
逃亡の末、現地の治安部隊に殺害されたエスコバルであるが、潜伏していたエスコバルを現地部隊が追跡できた背後には、ISA の無線情報部隊の存在があったのではないかと言われている。また、2003年にイラクで行われた、レッド・ドーン作戦においても、ISA の介入が噂されている。レッド・ドーン作戦とは、当時国中を逃亡していた、サダム・フセインを捕獲するための作戦である。米軍は様々な特殊部隊からタスクフォースを編成し、サダム・フセインを追跡していたが、ISA はこのタスクフォースの一員として作戦に参加していた。結果として潜伏していたフセインを拘束するという成功を収め、イラク戦争の大きな転換点となった本作戦だが、ISA の存在がなければ、フセインを捕らえることはできていなかったかもしれない。このように、ISA は情報収集を通して様々な作戦を支援している。様々な軍事作戦が世界各地で繰り広げられている今日、ニュースなどを通して我々の目に入ってくるのは、派手な軍事作戦や、直接的な行動を行う部隊ばかりである。しかしそうした部隊の活動は、情報なしには成り立たない。軍事作戦の成功の背後には、ISA のような、地道に情報収集を行う部隊が不可欠なのだ。というわけで、今回は米軍の情報戦部隊、ISA について、その役割や歴史を紹介しました。今後もこのチャンネルでは、ミリタリー系の動画を投稿していく予定なので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。